無国籍と書かれたパスポートに、俊夫はこの手で国家建設を目指そうと誓った。伊勢正臣の国際派日本人養成講座第684回ミクロネシア連邦建国の父、俊夫中山大統領。1、はい、父は今、大統領をしております。ローズマリー中山、それは日本人の名前ではありませんか。昭和54年、1974年8月、南太平洋に広がるミクロネシア連邦からやってきた小中学生52名が東宮御所を訪れた際に、引率リーダーの一人、ローズマリーのネームプレートを見て、皇太子殿下、上皇陛下は尋ねられた。はい、私はトラック出身で、父は日系二世、祖父は神奈川出身の日本人です。と、ローズマリーは答えた。そうですか、お父様はご健在ですか、何をなされておられるのでしょう。はい、父は今、大統領をしております。おお、日系人の大統領ですか。お父様にも、ぜひお会いしたいものですね。子供たちを引き連れてきた数人の大人たちとも、殿下は日本語で会話をされた。一行の中には、一目で日本人の血を引いていると、わかる子供たちもいた。そんな子供たちを見守る殿下の眼差しは、温かく、優しさにあふれていた。2、日系人大統領が次々と登場。フィリピン群島とハワイ諸島に挟まれた広大な海域には、かつて南洋群島と呼ばれた島々が点在し、現在はパラオ共和国、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国の3つの共和国、及びサイパンなど米領北マリアナ諸島となっている。この一帯は18世紀にスペインに領有されたが、19世紀にドイツ帝国がスペインから買収。第一次大戦で日本が占領して、1920年、大正9年、ベルサイユ条約により、日本の移民統治領となった。日本統治は第二次大戦末まで続き、日本人の入植が進んで、最盛期には現地人5万人に対して、邦人8万4000人を数えるまでになった。漁業や農業、銀鉱石、ボーキサイト採掘などの産業が発達し、サイパンやパラオでは、邦人の家屋、商店、映画館などが立ち並び、あたかも日本の地方都市のようであったという。敗戦とともに、米軍は、在留邦人を強制退去させたが、日本人と結婚した現地人妻や子供はとどまり、現在も日系の子孫は、住民21万人の 20% を占めるという。1979年から81年にかけて、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国、パラオ共和国と次々に独立を果たしたが、冒頭のローズマリーの父親、ミクロネシア連邦の俊夫中山初代大統領をはじめ、日系の大統領が次々と登場した。同連邦のイマニュエル・モリ、マーシャル諸島共和国からは、アマタ・カブア、ケサイ・ノート、そしてパラオ共和国からは、クニオ・ナカムラ、トーマス・レメンゲソーなどである。3、私のラバさん、州長の娘、俊夫中山は、昭和6年、1931年に、トラック諸島の北西離島ウルル島で生まれた。父中山正美は、横浜市出身。母は、ウルル島の州長家系の娘マルガレッタ。六男一女のうちの三男だった。父正美がトラック諸島に渡ったのは、大正7年1918年、日本軍が南洋群島を占領してから、わずか4年後のことだった。親戚筋が経営する貿易会社から派遣され、グアム島に赴任する途中だったが、支店のあるトラックに投入しているうちに、貿易会社が倒産し、行く先を失って、トラックに住み着いたのだった。正美は大正10年、1921年に設立された、南洋興発株式会社に入社する。これは南洋群島での製糖業、水産業、鉱物資源開発を一手に手掛ける国策会社で、北の満鉄、南の南港と並び称された。正美は来島の翌年、すぐに、ウルル島州長の娘マルガレッタと結婚している。ミクロネシアは、母系社会で、州長の継承者は、娘の息子となる。したがって、娘の結婚相手に、外国人を迎えることに抵抗は少なかった。マサミのように、州長の娘と結婚した日本人男性は、他にもあり、俊夫の幼友達である、相沢進の父もその一例で、進は戦後、
実際に酋長を継いでいる。私のラバさん、酋長の娘、色は黒いが、南洋蛇美人という歌詞の酋長の娘が、昭和5年1930年にヒットしているが、それおじで行く人生であった。教育を重んずる日本の統治で、南洋群島にも近代的な学校教育が導入された。日本人指定が通う尋常小学校と、現地人のための公学校の2本立てで、父親が日本人の場合は、母親が現地人であっても、日本人として扱われたので、敏夫も尋常小学校に通った。4. 何が何でも春島に渡り、学校に行くぞ。しかし昭和20年、1945年の日本の敗戦が、14歳の敏夫の人生を大きく変えていった。南洋群島は米軍に占領され、在留邦人は日本に強制送還されることになった。妻や子供を日本に連れて帰ることは可能であったが、終戦直後で住宅も焼き尽くされ、食料もない日本に帰っても、生活が成り立つはずもなかった。多くの在留邦人が亡くなく、家族を置いて帰国しなければならなかった。父正美は、英語が堪能だったため、米軍に引き上げ作業を手伝わされた。なんとかトラックに留まりたいと米軍に、在留許可を申請したが許されず、終戦から1年半後、最後の引き上げ船で帰国させられた。日本国内が落ち着いたら、必ず帰ってくるからと言い残して、大黒柱を失った一家の家計は一気に苦しくなり、敏夫は兄弟と共に、アメリカ人の始めた水産会社の下働きをして、母親を助けた。一家はなんとかやりくりして、母の郷里であるウルル島に戻った。敏夫は大好きだった父への思いを募らせ、船乗りになり、日本に行って父を探したいといつも考えていた。それには、英語や数学を学ばなければならないが、離島には学校はなかった。そんな折、耳寄りな話を聞いた。米海軍が諸島統治の拠点を置いた春島で、学校教育を始めるというのである。敏夫は何が何でも春島に渡り、学校に行くぞと決心した。それから間もなく、離島をめぐる巡回船が来ることになった。このチャンスを逃してはならないと母親にだけ打ち明け、自分で育てた豚一匹を抱えて、巡回船に潜り込んだ。豚は、春島に住む遠い親戚への下宿代であった。5. 父への思い。春島にできた学校は、教室が一つしかなく、しかも満員だった。無登録の敏夫の席はなかったが、教室の外から授業を聞くことは許された。ほどなく何人かの生徒が落ちこぼれて、教室に空きができ、敏夫は教室内に席を与えられた。家でも自分で石油ランプを作って、一心に勉強を続けた。それからわずか1年で、敏夫の英語力、数学力は、アメリカ人教師を驚かせるほどに急進し、年下の生徒たちに、勉強を教える役割を務めるまでになった。勉強熱心で成績抜群の敏夫は、その後、正式な中学の教員となり、さらに22歳には、信託統治政府の職員に採用された。仕事は順調だったが、別れた父への思いは募る一方だった。敏夫の父への思いを知ったアメリカ人将校が、日本にいる正美を見つけ、連絡をつけてくれた。しかし、その直後に届いた父からの手紙に、敏夫の胸は張り裂けそうになった。元気でいるが、諸事情があって島には帰れない。家族との再会は諦めた。私のことは忘れてほしい。今の生活を大事に、皆で頑張ってくれ。6. この手で、国家建設を目指そう。どうして？あの戦争さえなければ、父と切り離されずに済んだのにという気持ちが、敏夫に大学進学を決意させた。人々の暮らしは政治や行政に左右される。それならば、本格的に政治学や行政学を学び、島々に貢献できる仕事がしたい、と考えた。敏夫は、信託統治政府が提供する奨学生プログラムに応募し、難なく合格して、ハワイ大学に入学した。ハワイ大学の東西センターには、世界中の途上国から青年たちが集まっていた。彼らは、自国に誇りを持ち、国家建設への意欲に燃えていた。しかし、日本人であったはずの自分のパスポートには、無国籍と書かれていた。ミクロネシアは、国家でなければならない。この手で国家建設を目指そう、と敏夫は心に誓った。自分は大勢の人の前で演説するのは得意ではないので、政治家には向いていない。しかしアメリカの言いなりではなく、私たち自身の国を作るには、
自ら政治家にならなければならないと思った。そのチャンスは意外に早くやってきた。1957年昭和32年、地元民による意思決定機関としてトラック諸島に地区議会が設置され、その翌年には選挙が行われることになった。トシオは急遽ハワイから帰島して立候補した。圧倒的多数で当選。27歳の若き政治家が誕生した。7. 父との再会。トシオが30歳となった。1961年昭和36年、日本に行くチャンスが巡ってきた。国連の議会に派遣されることとなり、その際に日本への立ち寄りが可能となったのである。音信が途絶えた父を探して一目会いたい。それだけがトシオの願いだった。しかし唯一の手がかりは、父の手紙の差出区域が品川であったことだけだった。事情を知ったホテルのボーイとタクシーの運転手が、トシオを助けてくれ、一緒に品川一帯の交番を回って父を探した。2日目の夕方、大井町の交番でおまわりさんが、管轄地域に大関正美という人がいるが、その旧姓が中山だったらしい、と教えてくれた。おまわりさんはトシオを2階建ての木造アパートに案内してくれた。胸が高まり、立ち尽くしていたトシオを、ボーイとタクシー運転手が行って来いよと後押ししてくれた。震える手でノックすると、扉が開き、そこに初老の男が立っていた。トシオか？男は驚いたように顔をこわばらせて、やがて小さな笑みが顔中に広がっていった。紛れもなく、15年前に別れた。俺の親父だ。とトシオは心の中で叫んでいた。マサミは体を壊し、経済的にも苦しい中で、トラック島への帰還の道もなかなか開けなかった。そんなマサミを心配した親戚の世話で、かつての知り合いの女性と結婚していたのである。マサミは親戚一同と共に年を歓迎し、体調が優れないのを整え、仕事の区切りをつけたら、トラックに帰るとの約束をしてくれた。マサミがトラックに戻ったのは、それから11年後、再婚相手を亡くした翌年の、1971年、昭和47年だった。その後、トシオの子供たち、すなわち、孫たちに囲まれて、穏やかな余生を送った。8. トシオは将来の大統領候補だ。父との再会を果たしたトシオは、ますます国家建設の仕事に打ち込んでいった。1965年昭和40年、ミクロネシア全域をカバーする、上下両院からなる議会が設置された。トシオはトラック地区から立候補し、当選。その後も当選を繰り返し、3期目からは上院議長に選出された。行政府の長は、アメリカが送り込んだ高等弁務官であったから、上院議長であるトシオが、現地側の最高指導者であった。シャイで内気な感じという印象を与えるトシオだったが、信念を貫いて、アメリカ側にも主張していく姿に、トシオは、将来の大統領候補だとの呼び声が高まっていった。1979年昭和54年、トシオのリーダーシップにより、ミクロネシア連邦自治政府が発足すると、トシオはそのまま初代大統領に選出された。その後も、トシオはアメリカとの交渉を続け、1986年、昭和61年11月、ついに独立国家へと移行した。大統領になってから、7年半が過ぎていた。翌年、トシオは2期8年の任期を全うして、政界を引退した。30年に及ぶ政治家としての活動で、国家建設の初志を貫徹したのである。9. これまで、一生懸命頑張ってきて、本当に良かった。娘のローズマリー中山が、皇太子殿下からお父様にもぜひを愛したいものですね。とのお言葉をいただいたのが、大統領となった最初の年だった。それを聞いた年男は大変喜び、独立を目指す国家を代表して、殿下にお会いし、その光栄を国民に報告したいと願った。今でも皇室を尊崇している、ミクロネシアの日系人にとって、それは最高の喜びとなるだろう。ただ、未だ正式な独立国となっておらず、日本との外交関係も確立していない段階で、公式にお会いすることはできなかったが、殿下ご自身のご意向で、私的に午後のお茶に招くという形で、トシオの願いが叶えられた。昭和59年1984年、5月15日、トシオは、東宮御所において、皇太子同妃両殿下に拝謁した。拝謁後、トシオは興奮気味にこう語った。殿下、妃殿下とも、
素晴らしく美しい英語を話され、日系人である我々に対する思いやりにも深いものがありました。皇太子殿下、妃殿下にお会いできたことは私たちの生涯で最大の栄誉でした。楊殿下は島の人々の暮らしぶりや日系人のことにとてもご関心が高く、いろいろ質問されました。これまで一生懸命頑張ってきて本当に良かった。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。あなたの心には何が残りましたか？ぜひコメント欄でシェアしてください。動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。